はい、今回また微妙な誰やねんを紹介しましょうか。誰ですか君は。パブロ・ピアッティかな。微妙だな、能力が。サイドアタッカーなんや。身長168。やばいね。8じゃない、これ3か。やばくね。年齢的にはちょっともう引退しててもおかしくないレベルね。33、4って感じ。さあ、ピアッティちゃん、どんな感じでしょうか。現在はアルゼンチンのエストゥディアンテス。すげえ地味な、こんなところにいますと。アルゼンチン代表1キャップと。まだワールドカップ行ってへんな。163センチ、やべえ、34歳。やばくね、ちょっと。ちょっと待って、1キャップでワールドカップ行ってるなんて、そんなアルゼンチンの奇跡を持ってないね、君は。そうだよね。さすがにその奇跡は持ってないね。もともとエストゥディアンテスっていうところのユース出身で、アルメリア、バレンシア。バレンシア長いな、5年いるな。で、エスパニョール。で、メジャーリーグサッカー。で、エルチェ。で、アルゼンチンに帰ってきたと。なんか、どうなるね。活躍したんだろうか、してないんだろうか。多分してないやろね。してたらアルゼンチン代表選ばれるからね。まあでも海外は主にスペインでちょっとだけアメリカと。そうね、ほぼほぼリーガエスパニョーラで一番長いのがバレンシアという感じかな。まあバレンシアもこの頃なんて弱い頃のバレンシアなんでね、なかなかちょっと微妙っすけど。まあ確かに身長163はきついな。メッシでも多分170ぐらいあるでしょ。170近くあるでしょ。今シーズン今のところ出てる気配がないと。先発ゼロ、出場時間ゼロと。ヤバミ?ヤバミってこと?